大問5。関数の問題に入ります。括弧一1まで見ていきます。図9において、一は x 大な,なり0であるときの関数 y=x 分の20のグラフであるえ。読みながら入れておきましょうね。反比例が出てくるのは結構珍しいです。で2点 ab は曲線一乗。この放物線、双、えー、曲線だね。まあ、こちらがないけど、反比例のグラフ上の点であり、曲その x 座それぞれ5.2である。これも入れておきましょう。a の x 座標が5。 b の x 座標が2という意味です。で、これで、ね、この放物線上の点でもうすぐ分かるね。y 座標も。x が5のとき y がいくつか考えればいいです。5分の20で y イコール 4.a の座標は5.4。で、b の違法も x に2を入れればいいんで、2分の20で2.10。と分かります。まあ、こういうふうに分かるところ、すぐ分かるところからもうどんどん入れていきましょう。で、点 p は丸1これからね。丸1のグラフ上を動く点であり、 えー、丸二は点 P を通る関数 y=AX の二乗のグラフである。P はここら辺を動く点。P がここだったらこの放物線はこうなるし、P がこのら辺だったら放物線はこうなる。そういう意味です。まあ、とりあえず、これを、この放物線は y=AX の二乗と与えられているので、こう入れておきましょう。で丸一番、曲線丸一乗で、この y=x 分の20、反比例のグラフです、えー。で、x 座標、y 座標が共に整数である点は何個あるか答えなさい。y=x 分の20、すべて数えましょう。 グラフ書いたときを思い出してください。反比例のグラフ。X 座標、Y 座標が、もに整数の点って限られてましたね。例えば、X が1のとき、1分の20なので、Y は20。X の約数だけ考えていけばいいです。X が2のとき、2分の20で10。X3 では割り切れません。で、4のとき考えられますね。4のとき、20割る4で5。5のとき、5分の20なので4。6、7、8、9と割り切れずに、まあ、この、 6、7、8、9と割れ、次に10の時で、えー、10の時で10分の20だから2、えー、っと20の時で1。まあ、これが、XY が反対に対応してますね。で、この場合、もし、ただ整数である手は何個だったって言ったら、このマイナスの方も考えて2倍しなければ、数は2つ、二倍になりますが、この場合は、XY なゼ0の時だけこの関数を考えているので、ここまでで結構です。全部で6個あります。 あの子はいいねこの123456そのうち2つがここに現れてるんだけどねそういう問題でした。